はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザールネッサンスカサンドラ編続きをやっていきます。前回文明レベルが3になって、まあある程度鍛えてから次回やりましょうというところで終了して、一応上から見てもなんとなくはわかるね。これが神聖カサンドラ帝国になります。文明レベル3でとりあえず発展できるところはもう全部発展させた感じかな。じゃあ地上へ降り立ちましょう。神聖カサンドラ帝国。というわけでやることは、魔物の襲撃が来ているみたいなので、という前にこれ報告するか。工場レベル3を3つ建造しました。井戸か、そういえば井戸とか言っときながら全然報告してなかったから、その間こいつら井戸なしでやってたのか。これでも経験の書2つだからね、微妙だよね。まあ大したあれじゃないからそんなに報酬も良くないのか。これすげえ、経験の書8個もある。大型イフリとか強そうだ。アロンゾ戦闘不能になったらダメなんだ。せっかく手に入れた。じゃ、超いっぱいあんだけど使いましょう。あとちょっと、あとちょっとでもう1レベル上がるのに。これちなみに放置しておくとランダムで出てくる魔物を倒しても経験の書が手に入るんだよね。神殿完全破壊、田畑の完全破壊、アロンゾ戦闘不能。アロンゾちょっと気をつけなきゃいけないか。で、降り立ったばっかりだから SP 回復薬とかが全くないな。来た巨大な炎の魔物、砦に向かって進行開始。上空から魔物が現れた。総力を上げて撃破しましょう。でもなんかバリアフィールド張ってるよねこれ。行くのか、そもそも。普通の魔物も気をつけないとね。射程に入れ弓、全然変ねんだけど。まずこいつどこに来んの。柵とかさ意味あんのかな。これ飛んでるから意味なさそうだよね。しかもこれ大型イフリートで、多分これ普通の小型イフリートだよね。まあ一応ちょっとここら辺に柵置いとくか、例によって。神殿周りを一旦固めよう。あ、下からも来てんじゃん。で、ここか。よし、最悪もうあれをイフリートは雨に弱そう。ちょっと一回使おう。え、なんか消えたんだけど一発で。で、まだ5秒、 5.3 秒。いやいやいや、マジでさ、あ、間違えた。攻撃力高けんだけど、消えよ。こっからも出てきてるし。で、アロンズ向かわせよう。まずここ。いや、イフリート全然、イフリートに集中させた方がいいかこれ。神殿も結構やべえな。雨1とさ3ってさ、攻撃力が違うのかどうかだけちょっと確認したいよな。あ、英雄召喚できんじゃん。フィロトスにするか。あ、でも攻撃力自体はダニエラの方が高いのか。ダニエラにしよう。頼む。魔法が効くかって言われたらちょっとなんか怪しいけどな。まあいいや、雑魚を一掃してもらおう。行け、ダニエラ。どうだ、ここはもう集中砲火を、集中砲火を浴びせるところだ。てかアロンゾも向かわせよう。とにかく大型イフリート、こいつを倒すことを最優先にする。早っ、ケントニエラやられたっぽくね。いけ、ちょっと待って、やられたら1人ゼロになってる。いけフィロトス、1人
ットポイントお化けのお前が行くんだ。町はもうしょうがない。敵の総大将を倒すことに最優先させる。いけ、倒した。撃退成功。頭を潰す、これが基本だ。町を襲いにやってきた魔物は全て退けることができた。心はかつてなく晴れやか。あなたがお言葉をくださったことを思うだけで遺跡への誘惑が驚くほど弱まった。我らはあなたに祈りを捧げます。別に何も言ってないけどね。実際は今回ばかりは不問にしよう。住民たちの目は覚めた。結構街やられたけどね。アロンの8150。なんかこれもうちょっとイベント進めればもう1レベルくらい上げられそうだよね。え、ちょっと待って、まだ？そうだよね、そもそもピラミッドの謎と、あとこのさ、絵の謎も解き明かしてないからね。今はちょっと町が発展するのを待つか。町を修復してくれ、みんな。カサンドラの人間たち、何か伝えたいことがある。果実を10個獲得、まあやってやろう。砂漠で寂しい死を迎えた男のことを覚えておいてる人、これ絶対死ぬのかな。彼の魂を弔うため早々の祭りを行おうと決めた。多くの食料が必要です。はい、了解です。まああいつは俺のせいで死んでしまったも同然だからな。放置してるから。これさ、そういえばさ、雨とか降らせるとさあ、雨で火災の消火や枯れた地を蘇らせます。これどうなの、やってみよう。おお、水田になった。意味あるな。ここボロいんだけど。破壊しよう。破壊する。ひっそりと暮らす人たちを、無残にも。てかさ、別に雨やったからさこうなったわけじゃなさそうだな。時間経過だな、単純に。実りは、そうだよね、田植えをして育って育ちきって収穫みたいな、そんな感じか。あ、雨は関係なさそうだな。また魔物がこっちに向かっている。用心棒として我らと共に戦ってほしい。びっくりするくらい元に戻ったね。君が神の言葉を我らに伝えてくれたから。神は結局助けてくれないかもしれないよ。そうだな、あんまり信頼されてないからな。神を思い祈ることで我らはより勇敢に、より良い人間になれる。なるほどね。で、先にこっちが終わってないから、あと2つ回収してからにしよう。あと1つ。てかまだこれも完全に鍛え終わってないからね。鳥でも。うわ、魔物の進行が始まりそうだ。とりあえずこれを回収して、あ、ちょっと待って、音楽。なんかすげえ、めっちゃスキップしてたし。癒しの音楽。お、なんかできた。アロンゾ。こんな美しい旋律を聞いてどうして浮かない顔をしている。昔のことを思い出してしまう。アロンゾも大切な誰かのことを思い出したりする。家族がいるって言ってたからね。いたっていう。過去形だけど。心を和ませることができる素晴らしい音楽。
でちょっとあと砦であともう一個資材が必要だな。200使うからね。魔物の進行の方が早いか強化が早いか。はい、280使うの。知らなかった。200で済むと思ったら280も必要だった。275、もう一個欲しい。これは進行してきそうだな。いけるか。ここを鍛えて、でもう行こう。やろう。祈り、お人よし。これは神殿の完全破壊だけだね。経験の書は使おう。13個、2レベル上がったな。 OKOKOK。 これでアロンゾもほぼほぼ他の人と同じレベルになった。というわけで、間違えた。柵を例のごとくいつものところに置こう。ここに持っておくか。はい、 OK。最初になるべく魔法をぶっ放しておきたいんだよね。 SP 回復剤があるから。これ消えちゃうよね多分。でこいつらはアースクエイクに弱い。3、いや2でいこう。ちょっともったいなさすぎる。で2を打ったら早々に SP 回復剤を取る。アロンゾはまあまだいいや、放置しとこう。めっちゃ来てんな。これってさ、でも攻撃はしてくんないよね。強魔法。あの柵一応回復しとこう。あ、こっちからも来てんじゃん。ここの進行が半端ないな。あいつは減ってるからアロンゾに任しとこう。いやー魔法弾強い。で雷もなんだかんだであれか、もうめっちゃ当たるじゃん。やろう。マジックパーがねえ。召喚しよう。ここはもうやってもらおう。ダニエラ頼む。君の魔法が必要だ。なんだかんだで攻撃力が高いからな。いやいやいや、一気に一気に、ほら行け。ダニエラというか、普通にちょっと待って、神殿への進行が半端ないんだけど。これはやばい。神殿周り固めないと本当にまずいぞ。対処ができん。ダニエラちゃんをちょっとなんとかなんとかしないと。やられる、マジでやられる、追いつかねえ。あ、そうか、あれを使えばいいんだ。魔物を引き寄せるやつ。最上選手で SP 回復剤とかなくなってるし。ちょっと待って、防御策はだからここら辺に置くのは重要だよね。とにかく進行を、これいる？こっち。まあいいや、やっとこう。で、はいはい。で、ダニエラもこの橋の上に配置しよう。ここら辺に行けるようになったら。で、やっぱりある程度敵をおびき寄せてから撃とう。それもまずは雷レベル3一気にいく。けっ、ここのやつらが当たってなかった。一旦アースクエイクでやっちゃおう。消えよ。あれ、下のやつ当たってなくね。雨は無理だ。ちょっと待って、太陽
死ね。マジで。で、英雄召喚。ラニエラ。頼む。で、回復、回復。ってか、こっちからの進行も半端ねえな。で、ちょっと待って、本当にやばい。本当にやばいから。ここ、あ、周囲の魔物ってさ、もしかしてこの範囲内だけ？じゃあここに置いとこう。ちっちゃ、置ける場所が決まってんじゃん。上からの進行はちょっとダニエラちゃんに任せて、アロンゾの射程範囲内に行くか。いや置けないんですけど、ここどういうこと？あ、柵が置いてあるからだ。マジか、しまったな。下の柵邪魔だったな。じゃあいいや、ちょっとアロンゾ頼む。まず殺せるやつ殺す。ほら行け。回復、回復。で、マスクテック20使うから、もう一個欲しい。もう一個、もう一個、もう一個 SP 回復剤が欲しい。来た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 。あ、ここ突破されたからここにやればいいんだ。はい、行った、だけどさ、完全に SP 不足だ。あの、あの、これ神殿が回復してないよね。あ、下乗り切ったか。下乗り切ったな。ってことはよ、アロンゾもこっちに移動させよう。二人体制。ダニエラいた、強い、マジで強い。ヒットポイントしか回復できない。よし、あとやつらを倒すだけだ。アロンゾ行け、ダニエラも行け。アロンゾ早い、二人体制だ。こっちからも来てんな。一応これでアースクエイカ一発撃てれば。回復、回復、回復。強敵、ちょっと待って、ダニエラ、アロンゾ、鉄壁の守りを見してやる。魔法はちょっといざという時のためにまだ取っとこう。まだ大丈夫だから。ここ弓矢と魔法弾のゲッ。ちょっと待って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 、これアロンゾこっちにやろう。頼む。で、ちょっと一発雷を、まだいいか、まだ大丈夫だ。すげえギリギリになったよと。よし、ここだ、レベル2いけ。アロンゾ頼むぞ。いやいや、待って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 、何にも出ない。これだと何にも出ない。何かマジックパワーの回復。よし、ナイスアロンゾ。柵をちょっともう一回立てたいな。いやでもないかも。 あとこいつらだけ倒した。危ねえ。なかなか歯応えがあるとこだったな。おかげで今日も魔物を退けることができた。いや、 やっぱダニエラの魔法が強い。雇われただけの用心棒と言いながら私たちを見捨てようとしない。てか報酬どれだけ上げてんの、アロンゾに。覚醒したか。戦士の報道、攻撃の英雄。笑えない冗談だよ、まったく。もはやお前は神に雇われたも同然。報酬はだからどんだけ出すんだよ、神といえど。
よし、レベルアップした。で、ちょっとまた町の発展を見なきゃいけないか。人々の祈りを受け、神の力はもうすぐ復活を遂げる。演説のおかげ。本気の神はそれはもうすごい。俺はもともと神を信じているわけじゃない。信じるのをやめた。まあそうだよね。復讐を遂げるのにどうも神の力が必要そうだから、しぶしぶ信じることにした。別に何でもありません。約束。星屑の魔法。人口500ってさ、もうなってるよね。この地に平和が訪れたら君はどうする？考えたこともない。用心棒。この地に留まってもらいたいと思っている。家族の一員として。何も終わっちゃいのに、絵に描いた餅の話をしても仕方がない。星屑の魔法。アロンゾ、今この時お前たち人間の揺るぎない祈りが神の失われた力を戻した。サタンのしもべファーラ、神によって打ち滅ぼされる。やってやる。で、結局絵は何だったの？地上絵。さて、ファラオ討伐行きますか。このままアクト2降り立つ。アクト2、これはピラミッド内部だね。カーサンドラ。え、これ何これ。なんかヘビとかいた。なんてこった。あ、すでに結構な人もいると言ってる。まあ一応普通に。けめっとくせえなこれ。これ怪しいよね。バービー。いやいやいや、弓めんどくさー。強い強い強い。待って、リンゴ。弓が最強だ今のところ。 OK、 これ何これ。で、星屑の魔法ちょっと見たいよね。これ何、どこまで逃げりゃいいの。マジかよこれ、でかすぎだろ。ここまでで大丈夫か。壊れた。あれ倒せないの。変なやつがいる。ダメダメダメ。よし、まだ中間ポイントですから。いて、回復する術がさ、なかなかないからね、あのアイテム取らない限り。それがね、大変なところ。そして結構いろんなルートがあるからな。これ上行けんの？行ける。上から行くか。あれに乗りたいな。二段ジャンプはできねえか。タイミングだな。こっちこっち。よし、攻撃力アップ。若干厄介になってきたな、このちっこいのが。内部広すぎだろっていうか。ほら、
げえ。だから落石があるんだけど痛い。微妙なハメで、ここで中間ポイント、ヒットポイント回復と、よし全開。ちょっとメテオ使いたいな一回。メテオ、いやマジでメテオだけどさ、これどうなの。なんか図体がでかければめちゃくちゃ当たりそうだな、効きそう。回収しとく。これは攻撃力は 1.5 倍。大体さ、これ倍になるってすごいよね。無駄。え、これさ、こっちから行かなきゃダメ。こうの、こうの。てか、あのカーラーみたいなの倒せんのかな、そもそも。リンゴはそれなりに多く配置されてる気がする。ちょ、待って、これ何、どうやっていくの、いけなくね。あ、なんか降りてきた。結構長そうだな。あー、なんか上にある取り手で閉じ込められたんだけど、なんだ一騎打ちか、いいだろう。うわ、ちょっと待って、強えぞ攻撃力が。倒した、開いた。で、また中間ポイント。これ全開にはならないよね。けえ、 50% のままボスに来ちゃったんだけど。でかっ、黄金王ファラオ。どう、普通に当たんな。どう、これメテオいけっ。はっくそ強えんだけど。あー、場所だな、ここだ、いけっ。ちょっと一応取っとこう。これさ、最悪2段階目がありえるかな。巨大化した時に一気にメテオが当たればいいんだけどな。弓矢も来てんじゃん。痛い、ちょっと待って、死んだ。強い。てか 50% っていうのが微妙だよな。 100% にしていきたいんだけどな。うちのうちさ、ファイヤーじゃダメなの。ちょっとファイヤーにしよう、安定のファイヤー。でかくなった時にファイヤー多段ヒットしたりしないから。見てよ、攻撃力高いよな。これも強いし、いけ、2ヒット3ヒットしてくれればな。で、地上に置いてきた時にファイヤー一発しか当たんなかった。痛い、当たらん。今でいけ、波動砲もゴリ押す。げっ、なんか痛い。どうだ、これで終わりか。いや、出てくるか。あ、倒したか。ウルフゼペリンは2段階目があったけどね。こいつはもうこれで終わりか。ファラオ封印。呪いは書き消えた、我らの神が現れた。やった、神様。復讐を遂げた後、俺には何も残らないつもりだ。復讐も旅もここで終わり、これからはこの場所での生活が始まる。これから神様にも雇われることになった。
まあ、お前を呼ぶかどうか分かんないけどね。ダニエラがマジで強えから。二人呼べるって言うんだったらね、考えてもいいけど、まず最優先ダニエラだからな。カサンドラの血を脅かす脅威は消えた。他の地にもカサンドラのような安らぎをお与えください。神の手助けは必要ない。次の地へ行こう。じゃあ一回上に行きますか。天空城、少しセーブだった。ワールドマップか。じゃあ次どこだ。そもそもアイトスは、ああ、ちょっと待ってね。他に行けそうなところ、こっち何レベルだっけ。マラナレベル9。レベル9ってもうそろそろレベル9じゃん。ここもなんか地上絵のあれがあるね、似たやつが。まあいいか、次は普通にアイトスだな。ノースウォールはだってまだレベル12でしょ。あと地域的には3つ。ノースウォールが最後か。まあいいや、アイトスに行くところで、今回はここで終了しますか。というわけで、カサンドラ完全解放しましたので、次回はこのアイトスの地ですね、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。